向いてくれない。ああやって入るんだ。好き勝手にできるんだ。うん、花持ってる花。あの あれだあれだ。あれか。違う。あれか。なんとかっていうの。イケメンゴリラ。イケメンゴリラ。これ。あと花持ってる。奥さんがそうだね。花をまたに。そう。そうそれっぽいねなんか風格が。うん、立派なお世話ですよね。ねえ。なんかそれっぽいね。そうすると屋内行った方がね。うん。また屋内行くところで外に来たりした。あ、なんかやってる。花持って。花持って。うん。なんか。すごいタイミング良かったね。あ、相手によってやっぱり小さいじゃん、この子たち。あっちに比べると。同じような感じだね。またね。いや、面白い。コリラ出してるとき、馬みたいなのじゃん。そうだね。手が長くてね。いや、良かったね、あの子。すごい人気ない。そうそう。どっちが見てるか分かんないけど、猿が見てるのかね。足元だね。頭いいから。こっちで言う。遊んでる。こっちで言う。あ、来てるよ。あと大きいのね。あの子来たら小さいね。前こういうとこまで来て、こうやってやってきたんだよね。それからね、どっか上の方の高いところで座ってるんだね。あ、本当だ。結構いるんだね。家族とかね。ここに後ろ向いてきた。あ、なんか部屋生えてたよ。やっぱり生き生きができるんだ。やってるやってる。爪切る時やってる。知らないかもしれない。ひとくさんの子がいるんだけどさ、入れたり出したりとか。だから時間が違ってんじゃない。コンジとニンジャンがさ、猿見てたら人間。あいつのあれだ、向こうに。だって暑いよ。もう人間や。人間や。向こうも枝を口にくわえて持ってきたわね。あいつちょっと中ぐらいだね。ちょっと中ぐらいだね。あ、喧嘩。危ない危ない。あの台が
リクのこと見てるよ。リクのこと見てるよ。リクって言った。リクって。手合わせてくれるよ。Thank you.